俗難嘉難水難羅刹難抱きに祈難毒薬難の際は我が名を呼びたまえ三眼五軒仙人将召喚に応じ参上こんな風に暇をもてあそぶことになるとは笑えるな荒野にさまよう魂我を傷つけられると思うな 嫌なことを思い出してしまった。魔物は雨だからって休んだりしない。行くぞ。晴れた我は天気など気にしないぞ。雷を恐れる凡人は結構いる。我には理解できない。珍しくも何ともないことじゃないか。 雪が積もったら、それを握って食えるな。そろそろ出発するぞ。昼下か。防除旅館に戻るぞ。夜とは、不吉なものが最も活発になる時間だ。出かけない方がいいぞ。行ってくるといい。 我はここでお前を待っている。我は人間ではない。人間の感情はあまり理解できない。近頃のリーユへの変化はあまりにも早い。まあいい。慣れるつもりもないからな。いつか、お前まで闇に落ちる時が来たら、その時は我が。 殺戮は我の専門分野だ。お前が殺せないとき、我を呼ぶといい。敵歌手。かつて一度荒れ果てた血だ。それは数年前。いや、数百年前のことだがな。お前のことは我が守る。が、我に近づくな。 我の邪魔はするな。出ないと後悔するぞ。我に趣味を聞いてくるとは、なかなかの度胸だ。戦ってみるといい。お前の体は、我の攻撃に耐えられるかな悩みふん。<laughs> その質問は仙人にとって何の意味もないぞ。 千年も存在する悩みなどない。人間の食べ物に興味はない。料理の過程が複雑で、待つ時間が長いからだ。しかし、杏仁豆腐だけ食えなくはない。杏仁豆腐の味は、かつての夢とよく似ている。 小麦粉の生地に肉を入れて欲しいと。それから一緒に食べると。ふン、面倒だ。今の人間は、ますます常識に欠けるのだな。誕生日。人間の記念日などくだらない。<laughs> 待ってろ。 青切りの歯で蝶を作ってやるなあやるこれは戦法だから魔除けにも期待できるぞこの程度驚くほどではない新たな力この力も殺すことにしか使えない